お疲れ様です。今日はですね、こちらエリポンジャイアントやっていきます。さあこちらですね、なんと強すぎるがゆえに世界上位で流行りまくってます。はい、世界1位コディゴが使ってます。そして世界2位ジョナフ、この人も使ってます。そして、世界3位ね、OP 様、この人はファイボ型ではあるんですけども、使っております。はい、まあ、みんな同じですね。なのでまあ呪文はね、ヤラーメでもファイボでもどっちでもいいです。まあ今の環境だとボンバーが多い、そしてダークネクロも多かったりするんで、まああとなんか使いやすいのはね、ヤラメかなと思います。まあけどなんかファイアボールだと、まあこのミラー対決、このジャイ対決とかになった時に結構エリポンを壊せたりするんで、まあそういう部分では強いですね、ファイアボールの部分がね。はい、なのでまあそこは結構ね、好みでいいかなと思うんですけど、まあデフォはヤラメかなというわけで、やっていきましょう。アンストッパブル、昔ノバとかにいたっすけどね、この人。その、同姓同名で別のプレイヤーじゃなければね、やりましたけども。さあどうでしょうか。で、基本的には、もうエリポン置きます。はい。そのエクサポンプが入ってるデッキっていうのは、もうエクサポンプが壊れてるだけなんで、エリポン置いてください。まあ、ダクレもジェイアントも強いんですけどね。よいしょ。で、基本的にエリポンか、まあ、それこそダークネクロ、リトルプリンスどっかに呪文を使わせてみたいなイメージですね、戦い方としては。ここにポイズンとか打ってくれたらね、美味しいんですけどね、さすがに打たれないですよね。てか置いて、普通のタワーや、珍しいプリンセスタワーなんだけど。アーチャー、いやまあスケラーの可能性は高いけどね。暇なんでザップで回してケツジャイやっちゃおうかな。まあジャイダクネが強いんですよ。まあスケラではあるか。まあだがしかしベビードラゴンにね、なんか変になっちゃった。ベビードラに勝てないんで、ああボーリン強え。まあまあまあこれでねダメージ稼げてること自体がやばいんでね。まあスケラっすね。なのでこれもうエリポン最強です。はい、あれでスケラフリーズでさ、エリポン置きまくって気づいたらもうボコボコにしてるっていう未来が見えます。はい、 GG です。今なんで穴埋めでカード回しとかしちゃって、エリポンことだけを考える。適当にカード回して、適当に回して、マジでエリポンエリポンですこれやばいっしょ。まあゆっくりいきますか。まあ負け筋なんだろうね、あのドラゴンいっぱいみたいな。これすごい、ね、なんかいい感じのフリーズも来ちゃったっすね。まあでも相手がそんなに攻めるならばカウンターだったろう。うわー、めっちゃいい進化アーチャーじゃね、それやばいね良すぎるんだけど。まあでも大人しくエリポンか俺はね。まあここは進化アーチャーにちょっと譲ろう。でも今の相手の攻めをさ600とかで抑えてんのやばくね。ってことはもう負けないやんって話なんですよ。暇回しして、やだめ割ります。よいしょ。ガーディアンもあります。まあ、これはエリポン来ます。はい。いや、もう常になんか押してるもんな。かわいそうなぐらい。で、暇回しして、これやばいんですよね。強すぎるというか、何なんだろうねこれなんでこんなデッキ生まれたんだ。右も左もどっこいしょでエリポンいっちゃってやばすぎるか。まあ、右も左もね一応警戒しないと危ないんで。
まあここはこうフェニックスにね頑張ってもらえればなんとかなると思ってます。なんとかなってほしいな。なんか怪しい。いや言うて止まるんですよね。エリクサがいっぱいあるから私には今。よし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 。耐えたら勝ちですからね。ちなみにこれもう3500よ。もうここで攻めちゃったりとかしてね、かわいそうだろ。でとどめの進化ザップの防衛とかもね勝ち確です。で穴はめで削って綺麗にリポン置いて、さあ、いやもうね相性がいいどころじゃないか。このデッキの完成度も高いし、なんなんだろうこれ。本当にペッカだろうがゴレだろうが何でも戦えるんですよね。弱点がないですね。しかもフリースが引いたらもうね今みたいな勝ち確なんでえぐい。基本的に進化を多く出すボンエリポンを多く出すだけなんで、ボンバーをとザップをね雑に切っていくと勝てるイメージがあります。はい、もうこういう時代です。アイスピとエリポンか、エリポンクロスかな。この2番目に、まあ、5番目にねエリポンがあるの羨ましいな。さあリトプリー、まあクロスっぽいっすね。俺もエリポン来たいな。お、エリポン迫撃よ、珍っ。まあ、おい、多分ポイズンのね、エリポン迫撃みたいなデッキあったんだよな。いや、でも結構おいしいダメージは入る。やだな、この試合。コウモリ、珍しいっすよね。まあ食えました。コウモリサイクル早いな。いて、いやこのねエリポンが序盤のエリポンの痛いっすね。まあでもディガー系なさそうなんでそこは救い。めっちゃ来るね。しかもちょっとは許容できます。まあこの攻めは別に通らなくていいっすね。なんか俺もエリポン置いて後半に備えたいな。ロケあんのかな。もうお互いエリポンことしか考えてないんでね。トルネもワンチャンはあるが薄いか。まあ無理はできないな。まあまあこれねめっちゃいい流れっすよ。ちなみにお、えらい。
大盛り強えな。でもイケイケどんどんな気がする。さあ、やぶねえというか、なんか意外と止まるもんだな。よいしょ。さあ、高回転エリポンですね。すげえデッキだな。ジャイがジャイが止まんなくなっちゃった。いやね、いや怖。リガーもなんもない迫撃だったんでね。結構珍しいデッキではあったが、まああの。本当にそういう時代ですね。エリポンをいっぱい置きましょう。エリポン置いて後半に備えましょうみたいなデッキでさえ。で、形組んだら、止まんないです。進化ボンバー、本当に壊れなんでね。もう、脳死で出してください、初手。はい。これでいいんです。これを、うまいやつはできます。適当にユニット削。適当加減が大事。おお、珍しい。ウォールブレイクだ。ウォールブレイカーね。ああ、すごいな。その1倍タイムにさ、ダガーガールで回収できるからつってきすぎだろ。やば。びっくりするぐらいな攻めが来てるんだけど。まあまあまあ、いやー、俺はねエリポン置きたいね。まあ相手の呪文が分かんないんですけど、ファイボーかポイズンかはありそうだけど、ザップだけのパターンもある。さあポイズン、まあ基本的にエリポン使う、エリポンポイズン使わして、まあそうしたらダクネが生きるよねっていう構造ではありますね。まあジャイナクネ組んで、まああとは何でもいい。さあ、まあ一発ぐらいならくれてやろう。ああ、IT パティーンはね、よろしくないね。だいぶね。IT か。インフェルノタワー硬いんでね。俺視点ちょっと厄介だ。で、今、ウォールブレイカー、一回っけ ?3 回目進化なんだよな。あぶねえ、ギリね、ギリ間に合いました。でこれエリポン残せたんで、いや悪くない、良くもない。エリポンが重要。さあポイズン使わせます。いやこれでいいんです。ボンバーの羽が強すぎるか。もう一回チャンスあります。間に合い。うわー、今の出なかったら痛え。マジであるよ。もう行くしかない、レンドしかない。止まんなくないこれ。来たっしょ、よっしゃー、来た。やぶねー。
あぶねえけど、このね、我慢強いエリポン重要ですよと。さあ、ラッキーボックス引いていく。はい。大吉。逆大吉ですね。ちょ、ファイブでもやるか。いや、ほんとにね、粘って粘ってエリポン置くことが重要なんですよね。絶対ジェイダクでフェニックスが組むと、相手はポイとかファイブとかを使わないと守れないことがやっぱ多いんですよね。そしたらもうそこで我慢してエリポンね。まあ普通に考えて世界1位から3位みんな同じっていう時点でやばいんですけどね。はい、ボンバー出します。義務です。初手ボンバー、初手ザッパー、義務です。これをすることによってすぐ進化回るんでね。さあ、リトプリエリポン来て。いや、ボンバー強え。いや、めっちゃ美味しいのにさ、ここでエリポンないのしょっぱすぎん。まあいいんですよと。ダクネで回して、うおー、マルチェはやばすぎる。いや、まあこのデッキが強すぎるがゆえに、当たり前にこのね、ダクネメタのファルチェ、ダクネフェニメタかもう流行りはするんですよね。わあ、きつ。いや、これヤナメが良かったな俺。ヤナメだったら結構変わってた気がするな。ファイボが腐ってはいる。いや、これでもね、相手結構攻めたと思うんだよな。いや、意外と入るよ。意外と入る。で、今ポイズン使ったんでエリポン来ます。ネチネチ行くよ。いや、あるか。ハルチやばいな、でも。普通に1倍タイム。決着つけたいぐらい。まあ右でもいいな、この状況は。さあ、リートプリー、よし。フェイク完了。なんだそれ、強くね。いやー、苦しい。ファルチェが嫌すぎる。ちょ、マジで守れない気がしたんで行きます。やだねこれ。これしょっぱくない。こうファイボがね、てかヤナメだったとしてもあれか、ファルチが絶アンドボーである。進化ザッププラスとかで突破できるのかな。え、でかい。うわー、いいナイトすぎる。いや、ワンチャンあるか。そう、増殖とかやめてね。これワンチャンないですか。え、飛ばないんや、シークザップと。それでうわー、いや、行くしかないか。フェニックス、あっち行けよ。反動でこっち来んなよ。うわー、終わった。まあポイ圏内で割る。奇跡のガーディアンがさ、タワーに向かって走ってフェニックス生まれて勝つみたいなさ、ワンチャン。うわー、生まれたらガチでちょっとだけあった気がするが、いやー、これはねもう仕方ない。ほんとにこのデッキは強すぎるがゆえに、こういうデッキも存在してる。こういう問題児もいる。まあファルチェとかめったにいないんでね。まあ来たら
エリポン頑張って貯めて両サイ攻めで乗り越えるしかないっすよね。さあボンバーもないエリポンもない、ちょっと嫌な手札で、ボーリーね。まあボーラーちょくちょくいるっすよね。まだまあでもフェニーで食えばいい。何も出さなくていいなら出したくないな。さあダクネボーリー、ちょっと珍しいけどね。ジャイなんやこの流れでジャイなんや。さあジャイ対決です。エリポン置いてもうエリポンことしか脳ないんだ俺。エリポン置いてから考えます、一旦ね。いや、いいリトプリか。フェニーつけちゃおうぜ。コウモリ頑張れ頑張れ。で俺もう一回リポンかここで攻めすぎないのがね重要みたいな。いやガーディアン行っていいな。ここのガーディアンに関してはいい気がした。なんなら神のお告げのザップ、生まれてこーい。いやでも良さそう、どう見たって流れが良さそう。ジャイスケラだ、しかもヤナメザップじゃない。なんか勝った説ありそうな流れなんだけど。さあもうジャイ出して後ろにダークネットフェニックスつけて様子見でボーラーで射抜いてグッドゲームじゃね。やってること本当にやばいんだよチンパン。さあ射抜いていきます。いやーこれ矢の雨打たれるまでに2発ボンバー投げてるのはやばいっすよねさあえぐいカウンターです。カウンターなのかどうかもわかんねえが、止まるんですかい、守れるんですかい、どうなんですかい。ファイボからのザップでさよなら。進化コウモリ来るが、そんなのもうどうでもいい。よいしょ攻めさせない、攻めないで。あエリポンジャイダクネね、なんて簡単なデッキなんだ。おすすめします。本当に3つぐらいだな。注意事項ね。まず、できるだけ初手にボンバーとザップを配策。で、エリポンを置く。で、ジャイダクネフェニックスの形を作る。もう以上。はい。超シンプルです。はい。ハンターだ、クロスだ。最近はね、このダークネクロ対策に、ポイズンクロスとかも流行ってるんだね。可能性はあるが、まあロケの可能性もありますね。よいしょ。さあまあまずはボンバーを流すとこからね。ロケかな、アイスイスの可能性もあるが、ボンバーだったら違うか。え？てか全然ドリルなんやけど。まさかの普通にドリルでしたね。さあポイズン打たれます。エアポッツの充電が少ないらしい。いやー強いね。サスケアイスピーウッドポイズンマイティーかもねこれ。まだポイズン使ったんでリポン行きます。はい、それは変わんないですね。でまあ一応警戒はします。まあテスラで止まっちゃうか。ああうまいなそれ。さあザップでリポンを回して、ここは左下にダクネとかフィニ出して相手にポイズンを打たせたい。誘ってリポン来たいな。
いやーいいね。これでポイズン使わすことによってエリポンが残るんですよね。さあ冷静にね、どんな時もエリポンキッズでいきましょう。マイティー硬えなー。ここ行った方がいいかもね。あーうまい、フェニックス閃光や。いやもうちょっとダメージ欲しかった気もする。潜んないんだその状況で、やばいねあんた。誰がどう見ても潜る状況に見えたんだけど。さあ流れはでもまあ悪くはないね。これに関してやさめの方が良かったか。まあテスラ5で居抜けるのは強いか。相手のサイクルも早いんでね、まあ無理はできないよね。いや結構いい流れ。でかいそれ。あるぞ。進化してやだな。間に合わんのんじゃね。でかすぎる。フェリックス入ってる。いやこの置きまくったエリポンのおかげでさあ5圏内です。やばすぎいやこれマジで強いわ。どういうこと。ジャイダクでフェリックス組んでポイズン出してエリポンいて、ジャイダクでフェリックス組んでポイズン出してエリポンいてだけですそれ以外何もしてないっすよ。変わったことはね、至ってシンプルなんですけども、もうそれが強いんだろうな。じり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 ね、相手が苦しくなっていくですからね。さあオトップだ。新鋭対ロイフグっすね。これもうエリポン置いてファイボー打って、エリポン置いてファイボー打ってを繰り返せば勝てるんじゃねえのかと未来が見えました。俺ダクレド、ついに引退したか。新鋭対ロイフグデッキを世界でこの人しか使ってはいなかったが、やばドリルになってます。本当に新鋭対ロイフグしか使わなかったプレイヤーでさえデッキが変わってる。魂売ってんなもう。いやーこれなー、エリポン来てやけどなー、ガーディアン来ると。天才的ボンじゃない？てか新兵隊でしたわ。まさかの魂売ってなかったな。まあ禁忌されちゃう仕方ないっすね。おお？されない。ゴフェニーが戻ってきて間に合い、熱い。もうこれは結構いいんじゃない？ここで溶かせるんでね。で何もしない。よし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 。さあエリポンが溜まっていきます。相手なんか呪文が少なそうなんでね。さあここは何も来ないと。流れとしてはもう良すぎますけど、なんかすげえな、相手のデッキの中身が。おお、さあ、5やな、めね。全然、5とかあったんや。
なるほど。ファイボヤ鍋か。ってなると、まあ、もうほどほどに守んないといけない。おいしい。うん、濁音強くね。これはね、相手が苦しいんですよ。どう見たって苦しい。行くしかない時です。よっしゃいパンチ新兵隊に。え、ダクネも入ってんの、すごいな。はい、ロイフグいなくなってましたね。というわけでこちらエリポンジャイアントですね。本当にもうおかしいぐらい強いんで、皆さんぜひぜひね、触ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。お疲れ様でした。またね。